こちら粉ゼラチンを 5g 入れます。もうしっかりゼリー状に固まってますね。はい、このような感じです。皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回はコーヒーゼリーについての検証を続けてやっていきたいと思います。先日作った動画でこちらドリッパーの上にゼラチンを乗せて抽出したら簡単にコーヒーゼリーが作れるのかという検証をしました。これをやった結果に対して視聴者さんの方からコメントをいただきました。まあ私もちょっと疑問に思ってたことなんですけれども、ドリッパーの上に粉ゼラチンを乗せとくんではなくてサーバーの中に粉ゼラチンを入れといてコーヒーを抽出するだけでうまくできるんじゃないかというコメントでした。粉ゼラチンの特性上結構水分とくっついたら固まりやすくなるので、粉ゼラチンを加えたらできるだけ手早くかき混ぜるというのが基本なんですけれども、まあ、意外とやってみたらそれでも溶けるじゃんっていうこともあるかもしれないので、まあ、今回試しにやってみたいと思います。これで問題なく作れたら、まあ、ちょっとコーヒーゼリーを作るハードル下がるかなと思いますので実験してみたいと思います。それではやっていきましょう。はい、それでは早速コーヒーを入れてコーヒーゼリーの検証をしていきたいと思います。まず使うコーヒーの粉の量は 25g で、抽出する量は 300g 抽出します。 300cc ですね。で、使うゼラチンは前回同様このゼライスの粉ゼラチン1袋で 5g です。なのでゼラチン 5g に対してコーヒーの液体が 300ml 300cc ですね使います。以前こちらのコーヒーゼリーを詳しく解説した動画でゼラチンに対して液体の量で結構硬さ変わりますよ、コーヒーゼリーの基本的な作り方を解説したのがありますのでこちらを見ていただきたいんですけれども、基本的にはホットコーヒーを入れてそこにゼラチンを振りかけて手早く混ぜる、そして型に入れて冷やし固めるっていうのが基本です。ですが、まあ、あらかじめこっちに粉ゼラチン入れておいた方がもしそれで問題なければ簡単だよねということで検証してみたいと思います。ということでこちら粉ゼラチンを 5g 入れます。で、こちら 25g ニフコーヒーの深入りを引いてあります。液体 300g でちょうどで測りたいので今回は測りを使っていきたいと思います。それでは始めます。これで 300g ですね。そしたらスプーンで混ぜていきます。まだゼラチンが溶けてないような感じはありますね。スプーンにはつかなくなりました。で、見た感じダマにもそんななってなさそうに見えますので、これでカップ3つに分けて粗熱を取っていきたいと思います。ダマになってなさそうですね。大丈夫そうですね。はい、では 100g ずつ分けましたので粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて冷やし固めていきたいと思います。なんかこれは成功しそうな予感がしますね。はい、では30分程度で粗熱が取れたのでその後冷蔵庫で2時間ほど冷やしました。どうでしょう、もうしっかりゼリー状に固まってますね。スプーンを入れてみましょう。はい、このような感じです。やはり液体を 300ml で粉ゼラチン 5g、まあ、この割合でゼリーとしてはちょうどいいぐらいの硬さだと思います。ちょっと味見してみますね。おいしい。まあこれぞコーヒーゼリーですね。いい感じです。まあどれもしっかりと均一に固まっていますので
サーバーの方に先に粉ゼラチン入れて抽出するというので全く問題なさそうですね。まあ、しっかりと 300ml を抽出するのと同時に計量することができるのであれば、このやり方かなり手軽でいいと思います。混ぜるのも泡立て器を使ったわけではなくて、スプーンでしっかりとダマにならずに混ざりましたので、皆さんも参考にしてみてください。一つ注意点としては、このコーヒーを抽出した時の量、まあ今回は 301g ぐらいで終わりましたけれども、ここをちょっと多くなって310とか20とかになって、抽出と計量をしっかりとできないと液体と粉ゼラチンのバランス崩れてしまいますので、そこは注意が必要だと思います。まあ、やはり確実なのは、しっかりとコーヒーを抽出して、抽出したコーヒーの液体を計量して、そこに粉ゼラチンを加える。これをやることによって確実に自分の作りたい硬さのコーヒーゼリーができると思います。まあ、コーヒーゼリー作るときにコーヒーがちょっと余ったりしたら飲めばいいことですので、まあ、今回のやり方は手軽な一方で、コーヒーの入れすぎとか、ちょっと入れる量が少ないっていうリスクが伴うっていうのは覚えておくといいポイントかなと思います。はい、では今回は視聴者の方からいただいたご質問について検証してみました。サーバーの方に先に粉ゼラチンを入れといても意外とダマにならないもんだなと思いました。皆さんも今回の動画参考にしてみてください。夏場はやはりこういうコーヒーゼリーにクリームをかけて、そして食べる、またバニラアイスとかを乗せてもとっても美味しいので、皆さんもぜひコーヒーゼリー作ってみてください。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒー応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録や何か動画へのリクエストやコメントなどありましたら、コメント欄いただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。